一号車、吉毛号、廃止後の様子車内八島ケーブルは、かつて、香川県高松市にあった八島登山口駅から、八島山条駅に至る八島登山鉄道の、ケーブルカー路線である。八島ケーブルと呼ばれていたが、正式な路線名はない。観光地の八島山条へ登るケーブルカーで、四国第84番令場の八島寺や継承地の、四死の礼和への足となっていた。 ヤシマドライブウェイが開通する1961年までは唯一の動力登山手段であった。上下同時発車で毎時15分35分55分の20分間隔で運行されていた。所要時間は5分。シーズン中の営業時間は平日が8時15分から18時15分、休日が7時35分から18時55分発車分まで。 それ以外のオフシーズンは、終日8時55分から17時35分発車分まで。1950年の営業再開に合わせて、日立製作所で製造された1.2の2両を保有しており、1に、吉常号、2に、弁喜び号の愛称が付けられていた。車体は白地に、赤帯の塗装であった。1926年の計画では、 ケーブルカー土地上部を予定していたが、実現したのはケーブルカーのみであった。2004年10月12日、ケーブルの運営会社である八島登山鉄道は、高松地裁に自己破産を申請した。負債総額は約9億円。直接的な原因は、八島観光の衰退に伴う利用客の減少で、収支が悪化し、資金繰りが困難になったことであった。しかし、 その背景にはかつて同社は高松琴平電気鉄道の子会社であったが、ことで日本体が2001年末に民事再生法の適用を申請したため、以降同社はグループの支援を受けられず完全な単独経営を余儀なくされたことがあった。運営会社の経営破綻と同時に、ケーブル事業も2004年10月16日から休止する旨を四国運輸局に届け出た。 2005年7月1日には、鉄道事業の廃止届で行い、その中で、事業廃止日を1年後の2006年7月1日とした。しかし、廃止届でから約1ヶ月半後の2005年8月22日には、事業廃止の日の繰り上げの届け出をし、当初予定していた廃止日を1年近く繰り上げることを決定。その届け出通り、同年8月31日に廃止された。 運営会社は破産手続きを進めながら、上渡先を探すなど、ケーブルカーの存続の道を模索したが、施設の老朽化などが障害となって、上渡先は見つからなかった。運行最終日となった2004年10月15日には、約800人の観光客が詰めかけたが、運行前の試運転時に、電気系統にトラブルが発生。両車両ともに、 駅から約50メートルの位置に停止したまま動かなくなり、結局、終日事故運休となった。廃止後保管されている、ヤシマケーブルの半期ヤシマケーブル廃止後は、乗り合いタクシーによる代行輸送が行われていた。また2006年12月の新ヤシマ水族館会館に合わせ、土日祝日と一部の学校休業日にはことでん、バスにより、 琴電八島や駅や島三条間のシャトルバスの運転が開始された。このバスは公表のため2007年4月1日から毎日運転となり、同時に JR や島駅への乗り入れも開始され、八島への公共交通機関が完全復活した。2005年11月からボランティア団体によるケーブルカーの運行再開を求める署名活動が行われた。しかし、 高松市が、八島の活性化を目指して2011年に設置した八島会議は、2012年11月に市長に提出した八島活性化基本構想最終報告の中で、ケーブルについては、土山道、遊歩道として整備することを念頭に、関係する行政機関が連携し、適切に対応していくものとするとしており、ケーブルとして復活する方針は採用されていない。 廃止後、1号車、吉常号が、八島登山口駅、2号車、弁喜び号が、八島三条駅にそれぞれ留置されていたが、災害時等に滑落する懸念から、弁喜び号は2013年1月に、四国森林管理局香川森林管理事務所の手によって、山陸の八島登山口駅まで引き下ろされた。山口駅については、2014年から2015年頃に、 解体され、2016年に、地元新馬場自治会の自治会館、新馬場街道が落成したが、駅のホームは撤去されず、車両2両が留置された状態で損置している。なお、車両2両については、2015年に、車体の錆落としと、クリーン一色への再塗装を実施している。事業者名、路線名等は、廃止時点のもの。全駅とも、香川県高松市に所在。 登山口駅への最寄り駅はこと琴ん、こと屋島駅が徒歩5分で最短である。ことで屋島駅からの距離に不動産取引表示の際に利用される徒歩所要時間の基準を当てはめると3分となるため一部資料にはこの数字が利用されている場合があるが駅からは緩い上り坂になっているため実際は5分ほどかかり公式パンフレットなどでもこの時間が記載されている。また JR 八島駅からの徒歩時間は、公式パンフレットでは、徒歩10分とされているが、徒歩所要時間の基準を当てはめるとこの距離は、徒歩14分かかる。しかし、それでも、実際は、経路が複雑な上に、国道11号などいくつかの道路を横断し、かつことで八島駅からと同様に、緩い登り坂を登る必要があるため、実際は14分では到達しない場合がある。 ことバスはかつて高松築港駅から登山口駅行きの路線バスを運行していた。ちなみに同社は八島三条への直行バスも運行していた。三条を移動する手段としては三条駅から貸し自転車が貸し出されていた。ありがとうございます。